はい。おはようございます。プラム屋店長がお送りするキットレビュー。本日はですね、えー、っと、富士見の S14 シュリビア前期、なぜかキュー図がモデル化されてます。えー、っとですね、多分これはですね、えー、まあ、あの、イニシャル D シリーズ展開の時に、あの、イニシャル D の中で、えー、っと、ケンタ、 っていうあの、レッドサンズのあの、下っ端のあの、ケイスケ大好き後輩ですね。あの一音をキット化しようかっていう話で、シリーズ化しようかって話で出たんじゃないかなと思うんですけど、それまで士見はえっと、一音の後期はえっと、モデル化してましたけど、前期型はモデル化してなかったんです。で、多分、 フロント顔面をスイッチ金型にしようぜっていう感じで、前期顔面を作ったっていう流れなんじゃないかなと思います。あの、個人的にはですね、実写の方ネタで話をしますと、まあ、あの、キャッチコピーがですね、えっと、アイハントシルビアだったかなで、あの、CM ソングはですね、あの、すごい空耳だったんですよ。 あの、なんていう風に本当は言ってるかわかんないんですけど、なんかもう、母ちゃん、許してって,って言ってるような、風にしか聞こえないっていう CM ソングが、とても耳に残っている、あの CM ですね。えー、っと、シルビアですね、えっと、13の時は、えー、っと、アートフォースシルビア、だったかな がキャッチコピーだったと思います。で、一音後期になると、あのー、まあ、あ釣り目になって、えっ、ー、と、宝章舞がイメージキャラクターで、ハイローズの、あの、なんだっけ、名前がわからん。えっ、ー、と、相談天国。相談天国が CM ソングで、レディーゴー FR っていうキャッチコピーでやってましたね。まあ、あそんな話はさておき。まあ、あ不死身の一応なんですけど、 まずがっかりさせる、させちゃうんじゃないかなと思いますけど、正直似てないかなっていうのが、本音です <laughs>。あの、なんなんなんでしょうね、このくじみの、あの、昨日紹介したあの、ミゼット2ですね。あれは、 おーどっからどう見ても、っていう感じなんですけど。で、まあ、スイッチ金型になってる、か、なってまして、なってるの、だと思うんですけど、一応、リアバンパーも一応前期型にはなってます。で、確かこれ、えっと、ベールサイドのコンバットエアローをつけたバージョン、レジンキャストのエアローがつけ、ついたバージョンもあったと思うんですけど、その辺もあって、 だと思うんですけど、フロントバンパーは別体式になってます。でですね、えー、っと、まぁ、あ、金型も、まあ多分スイッチ金型か中で、えー、っと、一4後期の、要は顔面、テールとか、この辺が入ってるんですけど、それに前期のヘッドライト、前期のテールライト、っていうような感じで、えー、っと、追加されてます。 えっと、一4前期に乗ってる人はですね、よくあのー、一4後期テールとか入れたりする人がいますんで、まあその辺は、まあ好みで、一4前期テール、後期テール、どっちにしてもいいかなーっていう気はします。あのちなみに前期後期は、テールランプの方はポン付けです。よくあのー、一4前期がどうしてもこの、まあ実写のね、実写のこのデザインが不人気、 正直当時は不人気だったので、あの、後期顔面丸っと移植っていう人がすごい多かったです。連れにも一人いましたね。H4 前期なんだけど、後期化けしてるやつが。えー、っと、で、ホイールはですね、まあ、インチアップシリーズなので、インチ数はまあ、でたらめですが、えー、っと、まあ、純正デザインのちゃんと4欠で、えー、モデル化されてます。あの、この辺のホイールはですね、あのー、 スズキのあの CT 系とか CV 系とか、あとは、あ、CV はい0 0ピッチハグ0だ。えー、っと、C 系のアルトワークスとかの、あのー、あと C 系のセルボモード。あの辺にですね、車高を落として履かせると、ちょうどパツパツの辛い位置になって、かっこいいんですけどねじゅ。純正は15インチです。こいつは、えっと、インチアップシリーズなので多分、16か17のサイズになってるんじゃないかなと思います。あのー、 いつも思うんですけど、不死身のインチアップシリーズの純正ホイールのインチアップってもういらないお世話だよなっていう風にいつも思いながら見ています。で、えー、っと、まあ、エアロバンパーはまあ、えー、っと、箱絵にあるようにあるんですけど、一応サイドステップとかリアバンパーとかも一応エアロ仕様になってます。まあ、フロントバンパーがエアロバンパーなので、 あのー、まあ、純正フルエアロにするもよし、まあ、フロントだけエアロバンパーっていう仕様にするもよし、その辺は皆さんのお好みで。あとですね、これちょっと見えづらいかな。あの、接着白が少ないので、この辺とかちょっと要,要注意かなというふうに思います。あとはもう基本的には一音前期後期変わりません。部品、部品の構成は。ただですね、この真ん中の、見えるかな センターのですね、この3連、3連メーター。これ、えー、っと、後期だけの設定だったはずなので、えー、っと、そうですね、1、4種類目の後期のカタログ持ってたんですけど、あの、ちょっとなくしちゃった、なくしちゃったん誰かにあげたんかなあげてしまったので、もう残ってないんですが、あの、これは、あの、もし完全再現を目指すんであれば、ここは、あの、 要加工もしくは、えっ、ー、と、社外の3連メーターを入れた設定とか、そういう風にしないと、ちょっと辻つまが合わなくなります。で、金型自体が、まあ、一音後期が出た時の金型なので、ちょっと、バリとかもまあ、まあ、ま,あま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 あ、って感じです。足回りもこんな感じで。基本的にはもう全部一音後期と一緒にしちゃってますね。 なので、厳密に言うと、リアメンバーの形状も確か一四前期後期で違ったような気がするんだけどなぁ。まあ、その辺は、あの、どこまで再現されるかは、えー、っと、まあ、購入されてから、どこまでどういう風うにしようかなっていう風うに考えていただければと思います。えー、っと、そうですね。 うん。<laughs> あの、今気づいたんですけど、デカールピンとこないな。ナンバー、これ多分前期後期共通にしてますね、これ。ナンバーの展示用のナンバーのロゴがですね。後期じゃねえ、これ。前期だともっとこう、まあ、こう、こんな感じで。あ、違う。 一号、一号の事態ですね、これ。一4だと、こっちのあの、丸め、丸、丸みっぽい感じの事態だったと思うんで。まあ、不死身暗黒期ということで、仕方がないのかな、とか思いつつ。まあ、一音前期でモデル化されてるのは、というか、一音シルビア自体がですね、えっと、不死身からしかモデル化されてない、 はずです。ちょっと海外メーカーの方で、ひょっとしたら、あの、アメリカレベルとかでやってるかもしれないですけど、俺が知ってる限りでは、ですね。なので、シート形状とかも、一四後期のまんまですね、よくよく見ると。まあ、この辺はまあ、シルビアですんで、みんな買えるでしょ。<laughs> はい、説明書もちょっと手抜きになってますね。後期、<laughs> ここだけ後期になってますね。で、えっと、後期になると、ここはあの、リアスポイラーの足のところが、あのー、なるんですけど、ちゃんと前期は、ここは、あの、無くなってます。これはちょっと、あの、ちゃんと、この辺はやってあるかなーっていう気はしないでもないですね。多分、ここのパーティングラインで、この辺からズボン、この辺からズボン、 っていう感じで、ここのキャビンの部分だけが、ま、あ一音の後期と変わらないのかなっていう気がしないでもないです。ま、ああのー、はっきり言って、うん個人的には、ま、あ唯一の一音前期のキットっていうふうに考えれば、不死身よくやったーなんですけど、 あの、不死身のい、というかあの、14シルビアを作りたいんだ。前期型を作りたいんだ。14、前期大好きだって人には、ちょっと物足りないかなっていう気がしないでもないキットではあります。ただまあ、今ね、ブームであの、240にして作ろうと思うと、どうしても、 この顔面になっちゃうので、あ、うんちは、後期型顔面の240ってあったかな。まあ、その辺を考えれば、まあ、選択肢はこれになってしまうんですけども。というわけでですね、えー、っと、まあ、今回はあまりいい内容ではなかったですけども、不死見の14シルビア、前期型の、えー、キットレビュアの開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。